入駒信吾の無痛分娩大学院へようこそ。今日もベランダでの収録です。はい、もうね、終わりに近づいてまいりました。寂しいです。チャプター55、無痛分娩における助産師の役割はパート1ということで、今回はですね、無痛分娩における助産師さんの役割を、麻酔導入、カテーテル挿入までに区切って解説していきたいと思いますね。当然産後もずっと見ていくんですけども、麻酔導入までに区切ります。で、まずこの助産師さん、妊婦さんに一番信頼されていますよね。ずっと妊婦さんの横でいろんなサポートをするので、信頼関係、これ何よりも大事ですね。実はですね、これ外来からもう始まってるのかもしれません。ですからもうこの施設の助産師さんいいよねみたいなところが何よりも大事。まあこれ無痛分娩に限らずですね、信頼されるっていうのが何よりも重要になります。そしてトータルでその妊婦さんのバースプランの達成のサポートをするというのは、これはもう助産師さんしかいませんね。産婦人科の先生もね、初心から見てはいるんでしょうが、ずっと一緒にいるわけにはいきませんので、やはり助産師さんということになりますね。麻酔科の先生も、非常にね大事なところで出てきますが、最初からっていうわけいかないんで、トータルでその妊婦さんの、バースプランの達成をサポートするのは助産師さんだけなんですね。はい、めちゃめちゃ重要な役割です。はい、そしてこの無痛分娩いよいよ始まりますという時に、いつ始めるべきかっていうのは分娩の予測がない限り決めれませんね。これもね、助産師さん非常に重要な役割だと思うんですね。早すぎてもダメ、遅すぎてもバタバタして危なかったりします、ね、このいいタイミング、残り時間どれぐらいですかとか、もうこの波に乗ってますかとか、この分娩把握力、何よりも重要になってきますね。もう何よりも重要ばっかり言ってますけども、助産師さんめちゃめちゃキーになるわけですよ、ね。無痛分娩といえばもう助産師さん、ね、麻酔の部分はこれぐらいしかありません。お産の部分はもう産科の先生のスキルに、ね、依存してます。でも助産師さんもう全人的にサポートしなければならないんですね。非常に役割重要です。そしてね、カテーテル挿入の時にはしっかり体位をとって、体位を保持してあげて、また声かけなどでね、安心をしてもらう、そういうことも大事になりますね。はい、ですから実は無痛分娩をしっかりやっていきたい場合に、助産師さんとのコミュニケーションが、スムーズでないといい無痛分娩にはなりません。医者だけではどうにもなりませんね。ということで、そもそもお産というものが医者だけではどうにもならないね。やっぱ助産師さんにしっかりサポートしていただかないと、妊婦さんも、我々医師も困るということで、お産といえば助産師さんでございます。で、無痛分娩もお産ですから当然助産師さんということになりますね。助産師さんが、超イケてる場合、その無痛分娩は素晴らしいものになるというふうに、常日頃から感じておりますね。助産師さんの皆さん、ぜひ日本の、妊婦さんにいい無痛分娩を提供してあげてくださいね。はい、今日はこの麻酔導入までで一旦切ります。パート1ですね。ということで、今日の内容が分かりやすかったよという方は、いいねボタンをお願いします。またチャンネル登録していただくと、励みになります。はい、どうでしょうね。浜松市でございます。浜松市ね。はい、ということで、コロナに負けずね、学びを止めず頑張ってまいりましょう。